はい、どうも、マンチョウジャ翼です。ですね、病院リハビリ職の給料について話します。こちらね、視聴者さんからいただいたものですね。はい、出勤日数が21日、有給消化が2日で、基本給が212,000円、家族手当が25,000円、普通残業が13,000円、通勤手当が5,800円で、総支給額が257,000円ですね。で、健康保険が12,000円、厚生年金が23,000円、雇用保険が1,000円で、所得税が3,600円、住民税が11,000円で、合計が53,000円ですね。で、差引支給額が204,000円ですね。はい、ただいまね、プレゼント企画やってますので、よければ近日中の動画からご参加お願いします。では終わります。